ポルトガル代表、驚異の24ゴール無失点でエアロ予選突破。無傷の6連勝ポルトガル代表がルクセンブルク代表を相手に9ゴールを挙げ、EURO2024 予選で無傷の6連勝を達成。ゴンサロ・ラモスやジュタラが2得点を挙げている。ポルトガル9レイルクセンブルク。ポルトガル強いね、9得点はエブイ。やはりタレント豊富やな。なんじゃそれ。ブルーノ。どう考えてもロナウドいない方がうまくいってるような日本の大迫外しくらい思い切った改革が必要かもな。またルクセンブルクとやったんだ。ポルトガル強いんじゃなくてルクセンブルクが弱すぎるだけだな。ダブル敗3年後でロナウドが41歳になるけどポルトガル代表がそこをどう捉えるかだよな。あらおいポルトガル代表の成績6試合6勝24ゴール0失点ゲームですか。結局ハットトリック誰も達成できなかったな。これで EURO 予選6戦全勝ダントツ最多の24得点でかつ無失点。ロベルト・マルティネスのポルトガル代表は 3-4-3 を続ける限り過去最強なのは間違いない。9レイは草。